草、まっすぐ草。こんにちは、福ちゃんです。今日はクラウンのパワーステポンプなんですけど、これ漏れてきたんでオーバーホールできるんじゃないかと思って、これちょっと分解していきますんで。はい、まずプーリーを外したいです。よいしょ。はい、外れました。オイルシールがありますね。ここのパイプを外します。ボーリングついてます。このステーも外しておきます。次に高圧側外していきます。これを外すとここにボーリング、そしてバルブ、スプリング、そしたらこういうところを叩けばだんだん出てくるんですよね。ピンが邪魔なんで取っちゃおうか。取れた。ここにオーリング、そしてスプリング、そしたらこれが取れないか。プレスで押さないと取れないかな。あ、叩いたら取れた。これごと出てきそうなんやけども、ここにもオーリング、これバラバラにしたくないんで、あ、うまくいった。ここにピンがあって、あー、こっち抜け合うようになってんのか。ここのピンがこっちと上と下にあるんですけども、でもう一つの穴がこっち側のピンに刺さるようになっております。これベアリング入ってないね。ブレーンベアリングや。そしたらオーリング全部とホイールシール交換したらいけそうですね。これは分解せずにこの状態のまま置いておきます。これ取れるかな。これ上、こっち側に抜けやんのが分解線と。このまま置いておく。よし、ここのオイルシールだけ抜いておこう。こうやな。はい、それでは部品が届きましたんで組み立てていきましょう。何か入ってます。オーリングのサイズが同じやつが3本あるけども、材質が違うので分けてあるんで間違えないようにと、こういうやつですね。はい、了解しました。あ、こういうことですね。
はい、なるほど。まずオイルシールにつけていきます。はい、オイルシール。はい、それではパワステのベーンポンプ、このオーリングを交換します。これパワステオイルね、パワステオイル薄く塗っときます。もう一つのオーリングがどこかなと思ったら、このシャフトの内側のここにあるんですね。これ分解しなくてもひょっとして取れるかもしれないけども、ちょっとシャフトを分解してみます。こうやってこの蓋を取るでしょ。ここにちっちゃいピンがあるんですよね。これを取る、頑張って取る。あー、いけそう。取れました、ちっちゃいピン。あ、ちっちゃ。そして一度蓋をする。ほんでひっくり返すでしょ。ほんでこのまま置いたらシャフトが抜けますんで、そしたらこれが取れます。ほんならあとはオーリング交換ね。ここにありました。はい、はい、取れた。そしてこれを戻すでしょう。でこの上からシャフトを差し込む。でそっと裏返す。でこっちを今度取れば、ほらベーンがバラバラにならないままうまくできました。ちっちゃいピン、新しいピン硬い。こんな感じかよ。はい、はい。そしてこれ1枚ずつ1個ずつ分解して入れることできればいいんですけども、この状態でなるべく入れたい。こんにちは。はい、はい。先日ありがとうございます。はい。今日からお届けさせていただきます。はい。こんにちは。こんにちは。はい。適当なお家。はい。今週からすいません。この地区担当でと申します。はい。お忙しいします。ありがとうございます。お願いします。私、あとお菓子持っていいですか。お菓子もらっていいですか。はい。すいません、これ1回目のお届けで、はい、7本ありますので、1日1本飲んでください。はい。またこちらの方、ちょっとヤクルトの乳酸菌のことについてちょっと書いてますので、はい、ヤクルト、小腸の方に聞きまして、小腸に免疫細胞がたくさんあるんで、小腸を鍛えることによって、風邪ひきにくい体を作ったりもしますので、またお時間あるとき少しずつでも飲んでください。はい。すいません。もらいますね。これか書いてきます。大体これぐらいのお時間でも大丈夫でしょうか。大丈夫ですよ、いつでも。あ、はい、わかりました。よろしくお願いします。あ、すいません、どうもどうもありがとうございます。また来週持ってきます。寄せていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。はい。外れた。1個外れた。ちょっと待って。
この棒、棒が。円が1個外れた。よし、よし。これで入ってんのかいな。あ、もうちょっと入るな、やっぱり。ちょっと買ったですね。オーリングの分、やっぱり。新しいオーリングの分ちょっと節度がありまして、あ、これでいけそうやな。これで、あーっと裏返したらあかんな。こうしようか。はい、そしてこの棒は入れといた方がいいのかな。そしたらこれが入れられる。あー、ベーンが引っかかってる。こんにちは。こんにちは。はい。はい、これ、はい、すいませんよ。いつも安引いてもらってありがとうございます。あら、そう？うん。いえいえ、もうこちらこそ。はいはい、いいね、はい、入った入った。このね、このベーン一枚一枚をこれバラバラになるのが嫌やったんで、この蓋後で入れた方がやりやすいね。まっすぐ入れやんとあかんし、ピンにさ入らんといかんし、案外入れ残りね。だいたい入った。あ、入った入った、入りました。そしてこうで、こうね、ここのオーリングを変えます。うお、まだオーリング、なんかピカピカ光る綺麗なオーリングです。はい、手で入る。入りました。あ、うまくいった。はい、それではこの穴にバルブを掘り込んで蓋をするんですけども、ここにもオーリングが。はい、はい、最後のオーリング。